五木ひろしですよ、ずっと。ちょっと、音ちゃんがテンション上がってる。音ちゃんがテンション上がってる。音ダンスで迎えてくれます、皆さん。今お風呂入ってるからね、今日は母の日でございますので、はい、みゆちゃんがご飯作るっつってね、はい、何作るの？手伝います。カレー。カレー作んねや、うん、もう時間がないんじゃない？うん、いや顔はええねん。パパはママのケーキ買ってきました、はい、今日はあれよ、ママのお手伝いというかさ、ママのお仕事を全部みんなにやってもらいますから。やる。じゃん、 5時27分。なるで、もう7時にはご飯食べたいから、はい、急ぎましょう。もう結構もうカレーはさ、お手のもんじゃないの？お手のもん。あれからちょっとゴシゴシして。え、花粉の目だね。うん。だけど、うん、玉ねぎの。ああ、玉ねぎガードね。え、今日は、はい、お肉と玉ねぎとじゃがいも、ちっちゃいの1個だけです。あ、そうなの？もうパパはもう口出ししませんので、もう本当に姉妹に頑張ってください。うん。ママの顔のやつやりたいから。どういうこと？なんかご飯で顔作って、周りに紙でやるみたいな。できるそれ。丸く本当に簡単に。お目目まん丸で。いいじゃん、なんか。え、これって、なんかするよね。え、するっていうか、ピーラーで皮むくよ。でしょうね。うん、暗い。なんかずっと最近さ。いや、それ、メガネじゃないです。グラサンですよ、それ。ゴールデンウィークが終わってさ、塾が復活したからさ、大変。そうだね、今やることいっぱいやもんな。私やる。宿題やんなきゃやる。うん。で、気づけてよ、ふーちゃん。あと、あなた、グラサンそれ関係ないですよ、もう。見にくくなるだけですよ。私、玉ねぎ担当。玉ねぎやるんすか？切るの。すごいな。だって、やったことあるよ、なんか、ママが、うん、どこで終わってんの話。なんかママが、あ、おとちゃん上がってきた、お風呂。おとちゃんもお手伝いする？あのね、お姫様ごっこの時ね、温泉に行きました。やること一緒じゃないか。そのグラサンかけて。みゆさん手気をつけてね。難しいです。うん、玉ねぎでっかいな。はいはい、いい感じです。そうですね、痛いね。まあね、そういうもんですよ。じゃがいもすっごね。うん、一個知らなかったっす。買ってけへんかったの？うん、忘れてた。あらまあ、人参も忘れてた。あー大丈夫、おいしい、全部おいしいから大丈夫や。大丈夫やな、大事なのは気持ちや。あれ、めっちゃ泣いてる。お肉はもう買ってきたんでね。はい、もう炒めて待つだけ。はい、使うのはゼロ活力でございます。はい、いつも江原家でおなじみ。みゆの料理は中火命。懐かしいな、巣ごもりチャーハン作った時言ってた。あれ1年半前やで、もうやば、1年半経ってんのか、もう YouTube 始めて。早いね。早い、よし作ろう。はい、イエーイ、炒めようぜ。イエーイ、炒めろだめ。まあね、圧力鍋だからさ、これ、うん、圧力かかるからね。うん、トロトロになるから、うん、まあワンチャンサイズミスっても食べれる。圧力大丈夫です。これでこくない？まあこれやけんな、この鍋だからなくなっちゃうから、最終的に。そうやな、これはなくなります。ゼロ圧力はね、圧力で結構もう、うん、トロトロになりますから。はい、何号？3号？3号。おぉ、お水の量分かってる？いやん、分かってない。つぶちゃんが泣いてるよ。ごめん、なんかすごい音しちゃって罪悪感。いいですね、その罪悪感は必要ですよ。牛こま切れ入れます。はい、あったかい。ほぐす、ほぐす、ほぐさないと。じゃがいもは熱で、うん、ちょっとこれがちょっとお肉が茶色くなって玉ねぎが締めきったら OK。 あ、OK。何cc？
1号につき200ちゃうかな。じゃあ3回かな。うん、600。これ失敗したら嫌だな。3号もこう使っちゃってるの。そりゃそうやな。ふーちゃんいいじゃん、ちゃんと炒めれてますよ。わぁ、うまそうね。うん、いい感じいい感じ、美味しそう美味しそう。あ、もう結構大量じゃん。じゃがいもでいっちゃう。バーモントカレー。はいはい、バーモントカレー。水入れんの？そう、水入れますよ、それ。はい、ゴー。600だよ、今。あ、3回入れる。750だから、あと150。あと150、はい。おいしそう。 OK、うん、はい、じゃあ火かけて。かけてる。じゃあ弱いから中火加減、弱火にするか、これ結構圧力かかるから、うん、で、じゃあ蓋します。はいはい、じゃあ火かけてください。はい、ここからもう待つだけもんね。で、カレーさ、簡単だね。うん、普通だったらさ、普通でも簡単やけど、さらに簡単やね、圧力鍋や。早くできるから、時短レシピになる。なんでよ、すごいか、あの鍋。ちょっと納得しないわ。ママ、ありがとうって書いてるわ。これ朝から作ってたもんね、みんなね。ふうが字書いた、ママありがとうって。ふうが字書いた、昨日の言ったから。あ、そう、作るの好きやもんね、こういうのもね。そうそう、あと見てください、すごいのすごいの。ハートのみゆちゃんが作った。あ、これみゆが作ったの。うん、すごい、細かいね、いいね。よし、ピン下がったらカレー粉入れるのね。ご飯はもうできた。 OK。 ほい、おー、あ、いい匂いしてる。なんか、そのお肉と、うんうんうん、玉ねぎと煮込んだ感じね。うん、はいはい、ほい、よし。で、あとは、うん、混ぜながら煮込む。はい、超美味しそう。あ、カレーの匂い。いや、そらせよ。これでちょっと煮込んだらとろみがつく。はいはい、美味しそう。で、その間に、はい、顔のパーツを作る。ああ、そっかそっか。うんうん、ハローさん、今日おとなしいな、テレビ。ふーさん、どっか行った。来た。どっか行った。あ、来た。ふーくん、あと行ったって言って。どっか行ったって言って。どっか行った。いや、後ろでインベーダーがいます。後ろでインベーダーが、インベーダーのボスがいますよ。できました。うん、みなさん、じゃあちょっと味見してみるか。味する。うん、めっちゃ美味しい。玉ねぎしなしな。おお、とろけてる。ご飯も炊けた。うん、うん、あ、もう起こしたのね。うん、はいはい、丸く。じゃあ作って、ママ用に。一人って難しくない？難しいよ。超難しい。頑張ってみないと。よし、こんな感じ。どうすんの？顔にすんの？うん、どこ？ああ、そっかそっか、上を髪の毛にするってことね。うん、うん、なるほど。なんか頭でかっ。おー、できたできた。かわいいやん、うん、ニコちゃんカレー。よし、じゃあママに食べてもらおうか。オッケー。ママ、いつもありがとう。イエーイ。すごいすごい、カレーできました。うん、なんか上手にできてる。そう、すごい上手にできてるよ。玉ねぎもトロトロで。すごい、はい、じゃあいただきましょうか。はい、特製カレー。三姉妹特製カレー。音全然ふーちゃんじゃがいもみた。音はあの盛り上げてたから大丈夫。音はもうみんなのテンションを、ね、うん、盛り上げる係。美味しい、美味しい。 OKOK、 超美味しい、超美味しい、成功。 OK じゃない。玉ねぎトロトロだし、やっぱほぐれてる、うん、ちょうどいいじゃん、あのルー加減が。
あ、そう上手。あら、すごいね、大成功。うん、やるじゃねえすか。イエーイ。お肉柔らかいな。うん、超柔らかい。みゆ、どんどん料理、今リンクしたな、うん、ママと食べるタイミング。すごいじゃん、ご飯もちゃんと炊けたね。うん、そう、ちゃんと準備やってたよ。最初あれで炊くの初めてなのに、まったく手伝えへんかったもん、今回は。美味しい、ご飯めっちゃ美味しい。あ、そう、うん、大好きだよ。いただきます。美味しいね。ご飯美味しい。ご飯がね、うまい。うん。あ、姉ちゃんこれめっちゃ美味しいわ。ね。うん。ご飯美味しい。ご飯具合いいな。すごいいいぞ。うん。うん。イエーイ、やったぜ。お香りしてきます。ルーが、ルーが。すごいお香り。ありがとう。ママがそう。次は父の日だね。あ、父の日もやってくれるの、なんか。うん、なんかもう誕生日とそういう記念日入れてたらもうしょっちゅう。せえ、でも次一以上やと思う。何か知らん。5月パパも誕生日だしの。ただでさえさ、もう7月に次の子生まれたらさ、うん、年間7ヶ月誕生日やんねんから。5月29、はい、9月6日、1月27、4月29日、9月1日、うん、12月10日。正解。じゃあパパ、え、もう一回言うの。いや、今答え聞いたんですよ。知ってるわ。全部思い出あるわ、一個ずつ。だってパパ全員のさ、生まれた日見てる。生まれた日は見れてない。見てない、音ちゃっただけだよ。そう、なんでミユ生まれた時は、パパロケバス乗ってて、たまたまロケバスでカメラが回ってる時に電話で、え、生まれたっつって、うん、いう電話がかかってきたから、その映像残ってんのよ。ね、花丸大吉さんの VTR とか。おいただったから、3姉妹は。うん、美味しかったです。はい、はい、ということで今回は母の日なので、はい、みんなでカレーを作って、はい、ママが喜んでくれました。はい、ママさんどうでしたでしょうか。いや、もう楽できたし、うん、もうなんかやってあげようっていう気持ちが本当嬉しい。そうです。この後は片付けもちゃんと言いますからね。はい、嬉しいわ。この後食器洗いします。そう、はい、ちゃんとやりましょうね、今日は。はい、ママ置いてありましょう。はい、じゃあもう洗濯もやってくださいね、全部。はい、あれ、はい。さっき言うと洗濯とか見た、あの手伝ってたな、見た。はい、ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いつも、ま、あのケーキ作るけどさ、うんうん、今日はちょっとママ作るってなったら手伝うからさ、うん、ちょっと買ってきまして、お店の。そう、食べます。じゃあこの後みんなで食べましょう。はい、じゃあ皆さん改めてまた見てください。はい。